Beat some fashion sense into them. どうも皆さんこんにちは、茶番マンの抹茶でございます。今回はパラディンズカジュアルマッチということで、足を使ってヘビのビーチで戦っていきます。こちら2ダメージ、対するお相手は、2ダメージ2サポートでフランクなしの構成になってますね。それでやっていきましょうか。させていきましょう。今回結構ポイントに居座り体感があるので、そうですね、要塞破砕にしましょうか。シールドの隅が細くなるやつですね。あと HP が増えて、シールドの HP が増えて、シールドの大きさが増えるってやつですね。はい。なんで、ポイントタンク向けなんでしょうかね。ということで、ロダとこちらになります、今回。まあ、バンバン飛ばして、まあ、その度に一応シールドのクールダウン短縮するよってやつですね。はい。それではやっていきましょう。今回は焼灼積み積みからでいいでしょうね。3, 2, 1! さあやっていくとしましょう。ここはポイントから詰めていこうかな。うまいな、ノリアン。入りまーす。さあさあ、オッケー、ポイントは難なく取れましたね。おお、やりすぎでは。シフトいい。やべえ、ポッポペー。ヘイブンも積もうかな。焼灼にヘイブン安息の地1ですね。積んで、リアンが結構うまく当ててくるんで、で相手ビビアンも火力高いんでね、その2人からの火ダメを減らすとともに、焼灼積んで相手のヒル量も減らしていきたいというあれですね。おお、うめえ、ナイス。さあやっていきましょう。ありがとう侍ですね。来ないか。よいしょよいしょ。
さあさあさあ。おっと、まだまだ足の旗が残ってるぜ。よいしょ。お前帰れなかったですね。どうしようかな。安息の地とマスターライダー積もうか。よいしょ。ドラゴンズ HP ローですね。OK ですね。勝ちましたね。さあ、ということで無事勝利を収めましたね。いやー、明日楽しいな。明日楽しい。バックがめちゃくちゃうまかったですね。さすが200レベル超え。結構マッチするんですが、やっぱりこの人のバックめちゃくちゃうまいですね。すごい。昨日しっかりとしてくれて最高でしたね。アイオでルナでちゃんとポイントペイロード運んでくれたりとかしてたんで、かなり助かりましたね。それで僕結構前詰めれたってところがあるんで、なんで目標タイムはちょっと比較的少なめなんじゃないかなと思います。はい、そんな感じで、アッシュいかがでしたでしょうか。はい、今回はこれでおしまいになります。ご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。ではでは。